岡市教育委員会は今日、台風接近時の対応を明確にするため判断基準を定めました。今日中に学校から保護者にも通知されます。福岡市は先月末、台風10号の接近時に判断の遅れなどから学校や保護者が対応に追われたことを受け、判断基準の検討を進めていました。市教育委員会には、判断基準がないのはいかがなものか、もう少し早く連絡をくれていたら保護者の対応も変わっていたなどの声がこれまでに数百件寄せられているということです。市は今後、台風接近時に暴風域、強風域に入る見込みの場合、市立学校において一斉休校とします。保護者へはこれまで通り前日午後に対応が通知され、天気急変の場合は当日午前6時をめどに学校から保護者に通知することが新たに定められました。